なの心にググッと群馬帝国。どうも群馬帝国民です。群馬帝国民の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。そしてチャンネル登録してなくて群馬帝国民になれてないあなた、ぜひチャンネル登録して群馬帝国民になろう。本日我々がいるのはここ伊香保温泉、日本の名湯上毛かるたの伊の札の場所です。イニシャル D の聖地としても有名でございます。そして動画の最後にプレゼント企画やっております。この群馬帝国民館バッジ、動画内で発表するキーワードを入れてどんどん応募してください。概要欄に詳細を貼っておきます。どんどん応募してね。私が現在いるのは群馬県渋川市伊香保町にある温泉、群馬県の草津温泉と並んで県を代表する名湯で、上毛かるたでは伊香保温泉日本の名湯と読まれております。なんといっても伊香保温泉といったら365段の石段、温泉街のシンボルであり、この界隈は石段街と呼ばれております。休憩者地に作られた石段の両側に温泉旅館、土産物屋、遊技場、飲食店などがあります。石段の下には黄金の湯の源泉が流れ、駒口と呼ばれる引き湯口から各旅館に分湯されています。石段街の上には伊香保神社が存在しております。そしてなぜ石段が365段かというと、1年間365日温泉街がにぎわうようにと願われているとかいないとか。ちなみに伊香保温泉は鉄分を含み、空気に触れると茶褐色になる黄金の湯と、病後回復に良いとされている無色の白銀の湯があり、温泉施設によっては2種類のお湯を楽しめるお得な温泉でもあります。さて、ではなぜここが日本の名湯なのかを教えます。それは伊香保温泉は日本初の温泉リゾート都市計画だったと言われているからです。石段で有名な温泉街ができたのは、天下統一を目指して武将たちが争った戦国時代、戦で怪我を負った兵を癒すため温泉街が作られたのです。山の傾斜を利用して源泉からお湯が運ばれ、お湯が流れる甘露の上に石段、その左右に温泉宿が建てられました。これが日本初のリゾート地です。そのため数々の著名人も訪れております。かの有名な文豪、月が綺麗ですねの名言を残した夏目漱石も訪れております。現代ではアクセスもよく、新宿駅から高速バスが出ております。車でお越しの場合は渋川伊香保インターチェンジより約20分でたどり着ける場所にあります。温泉街の周辺には春名山や水沢うどんで有名な水沢観音があります。今はイニシャル D コラボで街がにぎわっております。他にも遊べるところはたくさんありますよ。表向きはこんな感じですが、実はおっと、これ以上言うと群馬の秘密結社群馬メイソンにやられるため、この辺にしておきましょう。裏話は裏上毛かるた会でお話しします。勇気がある方はそちらでお会いしましょう。では今週のプレゼントのキーワード、この群馬帝国館バッジのキーワードを発表します。キーワードは伊香保温泉、キーワードは伊香保温泉。皆さんふるって応募ください。